一塁線と平行にファウルグラウンド上に引かれた線がスリーフットラインである。スリーフットラインとは野球上に引かれている区画線の一つで一塁線と平行に引かれた線である。この項では合わせて走者に関する規則スリーフィートオーバーについても述べる。スリーフットラインは本塁、一塁間の中点にあたる本塁から45フィートの地点から一塁方向へ。 ファウルラインと平行に、ファウルグラウンドに描かれている線である。その長さは48フィートであり、一塁から3フィートだけ、外野側に伸びている。ファウルラインとの距離は3フィートである。公認野球規則では、スリーフットラインの両端とファウルラインの間を、つないでいる。スリーフットラインとファウルラインとで囲まれた区域を、スリーフットレーンといい、ここで、スリーフットラインよびファウルラインは、 スリーフットレーンの一部とみなされる。足長三つ分の幅であることにちなむ。公認野球規則ではスリーフットレーンをラインで囲っているが、現在ではファウル判定のためにファウルラインとの間にわずかに間を空けるようになっている。日本プロ野球では2000年頃には規則通りに描かれていたが、類心が消していたこともあったという。そして後には平行線のみを描く球場が増えていった。 一塁に対して守備が行われている時に、打者走者が3フットレーンの外を走って、一塁への送球を捉えようとする野手の動作を妨げたと審判員が認めた場合、打者走者は守備妨害が宣告されてアウトになる。ただし、打球を処理しようとしている野手を避けるために、3フットレーンの外を走ることは差し支えない。また、3フットレーンを示すラインはそのレーンの一部であり、 打者走者は両足を3フットレーンの中かライン上に置かなければならない。逆に守備妨害が発生しない状況ならば走者がレーン外を走っても全く構わない。長打の場合などはレーンの手前から大きくファウル側へ膨らむことがセオリーとなる。また、打者走者が一塁へ駆け抜ける際、一塁への送球を捉えようとする野手と接触する範囲手前までは、 フェアゾーンを走っていてもほとんどアウトにはならない。例外は、本類方向から送球がある場合で、送球に例外で当たるなどして、守備妨害となるケースがしばしば見られる。例として2014年の日本シリーズのラストプレイがある。本類、一類間以外の類間には、特に走者の走路を示すラインは設けられていないが、類と類を結んだ線分を基準に左右両側に3フィートずつ。 合計6フィート分が通常走者の走路とされる。ランダウンプレイなどで野手からの触れ玉を避ける際に野手の触れ玉を避けようとして走路を外れた場合、走者は食玉されずとも審判員にアウトを宣告される。なお、走者が走路を外れたかどうかは審判員の判断によるものであって野手からのアピールがあってアウトを宣告されるものではない。ただし、 野手からの触れ玉を避ける以外の場合、例えば通常の走塁をしている時や打球を処理しようとしている野手を避けるために、走路から外れて走塁することは差し支えない。走者が本来の走路の外に出ていた時にタックプレーが行われた場合は、触玉を避けようとしたその時に走者がいた地点と、走者が進もうとするルートを結ぶ線分を基準として、 左右両側に3フィートずつが走路として定められ、職玉を避けようとしてこの走路を外れたと審判員が判断した場合は、この走者にアウトが宣告される。また、公認野球規則には明記されていないが、平林学は、角類と本類ベース周辺では、ラインアウトのルールは適用にならないのです。角類や本類ベースは、走者にとっての目的地なので、この周辺では、 3フィート以上避けることが許されているのです。と述べている。すなわち、3フィートオーバーは、走路で適用、宣告されるものであり、類上は走路に当たらないとの解釈が取られていて、類お及びその周辺では、走者が、食玉を避けようとして3フィート以上逃げたとしても、そのことによってアウトは宣告されないという、規則運用がされているということである。ただし、 類周辺と呼べる地帯を著しく外れたときは、3フィートオーバーの規則適用により、または、走塁放棄とみなされて審判員がアウトを宣告する場合がある。また類上で適用することになれば、必然的に選手同士のクロスプレイが増えることになる。ため、選手を怪我から守る目的もある。なお、公認野球規則では、内野のグラスラインの基準が示されている。このラインは、 1> 本1類間と本3類間の両側、12類二2.3類間の片側で、類線から3フィートのラインとなるようになっており、一部の球場では、グラスラインをもとに3フィートオーバーを判断できるようになっている。ただしこの基準は強制されるものではない。規則では、走者が食玉を避けようとした場合で、 3フィートオーバーが適用されることになっているが、日本のプロアーマー合同の規則委員会では、タッグ行為が必要であるとしている。すなわちボールを持った野手が、走路に入っただけでは適用されないことになる。2017年8月13日、ロッテ対西武9回をもって西武の攻撃、1死2、3塁から打者、水口大地がスクイーズを空振り。 飛び出した三塁走者の戸野崎治すぐスグルは挟まれる形となったが、ファウルライン上をボールを持って猛然と突っ込んでくる保守、田村隆弘氏を見て、ファウルライン内側に身をかわした。それに対し田村はボールを持っていない右手を差し出した。戸野崎は、スリーフィートオーバーかと思われたがそのまま本塁へ走り、生還が認められた。ロッテ側は、抗議に出たが説明を受け引き下がっている。 球審のジェスチャーは戸野崎が本類を踏むより早く、田村が走者を素手で掴もうとした、走塁妨害と判定されたと考えられる。2018年6月29日、ヤクルト対阪神7回裏、ヤクルトの攻撃、一死二塁から打者、荒木隆弘は、ショートゴロを打ち遊撃手、北条文也がこれを補給、三塁へ向かった二塁走者の藤井良太が、眼前を横切ろうとした。 これにタックしようと、北条は前進したが、藤井は、走路の3フィート以上内側に入って、これをかわし、北条はバランスを崩して倒れ込んだ。三塁塁審の飯塚富士は、タック行為がなかったとして、政府判定を出した。阪神側は、抗議に出て一旦は引き下がったが、試合終了後にタックプレーがなければ、記録は、安打になるはず、として意見書を出した。NPB は、 後日行われたリプレイ検証の結果、タッグ行為があったとして、誤診を認めた。ただし野手選択の記録は訂正されていない。これは、飯塚の判定でもタッグしようと北条が動いたとみなされるからである。なお一部解説では、タッチの意思が関係するとし、北条が走者に向かった時点で3フィートオーバーを適用するとされているがこれは誤りである。 記録インコラムラインのお話、NPB 公式サイト公認野球規則5.09、公認野球規則5.09減中、公認野球規則5.09中1、公認野球規則5.09、平林学。ヤンキースタイオリオールズでの一郎の総類に、捨て、ママ。2012年10月12日閲覧。公認野球規則5.09及び、減中。 ありがとうございます。